おはようございます、釣り子 TV です。待ちに待ったデプスウェーブメンバーの新しいルアーですね。これが家に届いていたんで開封していきたいと思います。じゃあね、早速開けていきます。うわー、来たー。こんな感じのね、箱に入って届くんですけども、はい、早速スイートキラー210っていうことで、うわー、ねえ、これね、デプスのウェブメンバーに、登録していると、その購入のね、チャンスがあって、注文すればね、確実に買えるっていうね、ルアー群があるんですけども、もともとあったスイートキラーがこう210サイズにね、大きくなって登場っていうことでね、デプスらしいね、巨大プラグ一つ届きましたよ。じゃあね、早速、開けていきたいと思います。いや、パッケージマジかっこいいですね。こんな感じのね、パッケージなんですけども、じゃあ出してみます。おー、しっかりしてますね。うん、癖がつかないようにね、すごい非常に考えられたケースに収められている感じです。で、はい、改めてじゃじゃーん、スイートキラー210は結構ね、大きいですね。こう手からはみ出すぐらいのサイズになってきますよね、210だと。あー、で、こう顔周り、いいね、この視認性がね、遠くでも見やすいね、黄色がこう頭に吹かれていて、可動域がこういう感じなんですよね。もうね、スイートキラーシリーズ非常に可動域が広いね。これによって、まあ、最近流行りのこの岸際でネチ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 ってこう出じまきするとガコン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 ってね、その場でね、非常に魅力的なアクションを出してくれるっていう。で、そういった時に、効いてきそうなこのね、水平テール、ね、こうなっているのがこうなっていて、ね、レンジキープとかにね、一役買ってくれそうですよね。で、210になったんで非常にね、大きくなっているんじゃないかな。はい、可動域がね、これぐらいある。で、お腹周りを見ていくと、フックがね、大きめのものが2つついていて、あ、ここら辺は回転するとかそういうギミックはないんですね。いわゆる普通のアイになっております。で、このリップがね、こう着脱式というかね、こう外したりもできそうな、こんな感じの仕様になってますね。いやー、これはでね、結構ずっしりとしております。何グラムぐらいなのかな、ちょっと調べて下に、貼っておきたいと思いますけども、このね、大型リップでちょっとした障害物なんかも乗り越えながら、でピンポイントでこうクイ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 ね、誘ってくれたり、もちろんストレート引きでもね、魅力的なね、アクションしてくれるっていうね、スイートキラーですけども、それがこんなね、大型サイズになってっていうことで、で、これのオリジナルサイズというか、まあ一番最初に出たサイズですね、これも持っているので、早速ね、比較していきたいと思います。はい、じゃじゃーん、これがですね、スイートキラーね、もともとのね、サイズですね。非常に使いやすいね、ミディアムクラスのロッドなんかでもね、使えるんじゃないかなっていうね、そんな感じの軽快なサイズ感で、このお尻の可動域とこのね、水平テールとかね、これがメンバーしかね、手に入らないっていうのはもう本当にね、もったいないね。本当市販されていてもね、いいんじゃないかなって思うんですけども、ウェブメンバーに入ると、これがね、一番最初特典でついてきたんですよね。で、その特典のルアーでね、結構ね、大型のシーバスなんかも釣ったりしていいなと思っていて、で、こうカラー展開もね、変えるようになってっていうね、こういった流れがあったんですけども、2023年はこのスイートキラーがでっかくなっちゃった、
ぐらいのね感じはだいぶ違いますね。こう上から見てもね、体の幅なんかもだいぶね太くなって、もうまるっきり別物のルアーといった感じの存在感ではないかなね。このテールも専用にね大きくなっているのでね、ここら辺も気になりますね。うん、いやこれはねなかなか関東のバス釣りとかだとね、このサイズってちょっと投げるのにね躊躇しちゃう感じじゃないかなって思うんですけども、個人的にはですねもう今6月ですよね。もうこれぐらいの時期からもちろんね秋のね、ベストシーズンまでね、シーバスとか狙う時にねデプスの大型ルアーってねすごい活躍してくれることがあって、このねスイートキラーのね最初のやつなんかもどんな動きなのかなって投げに行ったら、そこね80ぐらいのねランカーが食ってくれて、おすげえなーとか思って、その後ねバスなんかでもね使ったりしてるんですけども、もちろんバスの方もねすごい使いやすくて、でそれのこんな感じですよ。大型サイズがいよいよ登場っていうことで、これはがぜんですね、これからのハイシーズン楽しみだなっていうことで、まあ、使い方としては結構ねシーバスなんかだとまあストレート引きで使うことが多いんですけども、これの特徴であるね少しアクションを入力しただけでクイックイッとねものすごい魅力的な可動域で誘ってくれるっていうね、そういうピンポイント誘い上げの性能なんかもね使いながらね、やっていこうかな。自分の行くエリアだとブラックバスとかだとあんまりここまでね20センチ超えのルアーってねそんな使うことないんですけども、まあすごいね雨が降った後とかね、まあちょっとね最近も台風ね、2号すごかったですけどもね、あれが落ち着いた濁りが取れてくる瞬間のタイミングとかね、もしくはね雨の降り始めのタイミングとかで、バスがまあ関東であっても大型の、ね、魚をね捕食したい気分になってる時とかに、このボリューム感はぜひもんで活躍するんじゃないかなと、期待しております、まあ、この他にもねウェブメンバーねその限定の、いろんな他業種のねロッドとか、その他ね便利な小物とかねいろいろ手に入るんで、今年はあれですよね確か無料で入ることができてっていうねそんな感じでしたよね。何か気になるね商品とかあれば予約しておけば確実にね、手に入ることができるので、デプスファンの人なんかはね本当ね、いいコンテンツなんじゃないかなね、継続してですねまたちょっとね手に入ったっきりまだね釣れてないねウェブメンバーのルアーなんかもねいくつかあるんで、タイミングタイミングでね、投げていこうかななんていうふうに思いますけども、このハイシーズン突入のタイミングでこのね、スイートキラー210届いてくれたんで、ちょっとねやりたい釣りあれやこれやで試してみたいと思います。まあもちろんねこのね、従来のね、スイートキラーもつれつれのルアーなんで、まあこっち投げたり今日は大きなサイズでいけんじゃないかななんていうタイミングでね、こちらのサイズ駆使してね、ブラックバスシーバスとね狙っていこうかななんていう風に妄想しております。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、デプスのウェブメンバー限定で購入できるね特典ルアーですね、スイートキラーの210、これが家に届いたんで開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。